はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーディケイドデラックスライドブッカーです。はい、これはディケイドのメインの武器アイテムで、ライダーカードを収納するブックモードの他に、武器状態のガンモードとソードモード、合計3つのモードに変形します。箱の横にはディケイドとガンモード、そして反対側にはディケイドとソードモード、上には3タイプ書いてあって、裏側には遊び方が載ってます。当時のパッケージですから、ガンバライドと連動って書いてありますね。では早速レビューします。はい、中身はこうなってて、ホルスターとライドブッカー本体、それとライダーカードが1枚です。ライダーカードはアタックライドのディケイドスラッシュが入ってて、ひっくり返すとディケイドマーク。当時は紙のカードですから、今回はスリーブで保管します。そしてホルスター、表側と裏側、軟質パーツでかなり柔らかくって、クリップ部分もこんな感じですね。ここに変わった形状の穴があって、ライドブッカーの裏側がこの形になってますから、位置を合わせて手を離すとこんな感じでスッと回転してロックされますね。しっかりホルスターに引っかかってます。ただ回転して引っ張ると簡単に取れますね。このラクラク脱着はいい感じです。ではライドブッカー本体、表側と裏側、上から見るとこうで、正面はこう、下側には剣先が収納されてて、グリップ側はこんな感じです。そこそこ重量もあって、大人の僕でなんとかガシッと片手で持てますから、ブックモードのこのサイズはほぼ劇中サイズですね。ではギミックを確認しましょう。電源オン、スピーカーはここですね。まずはガンモード、変形は超簡単で、ここのスイッチ、これを押しながら1段階ずらします。はい、これでガンモードの完成です。この変形はわずか1秒、あっという間にブックモードからガンモードに変形可能です。横から見るとちゃんと銃の形になってますね。銃口もあります。トリガーがついてますから、ここを押します。ガンモードは長押しです。音声は1種類で、銃撃音の連射音声のみです。ただディケイドはテレビ本編でやたらとこう撃つシーンが多かったですから、そういう部分ではこのようにバッチリ再現できてますね。長押しじゃなくて、一回押すと斬撃音が流れます。これはソードモードの音声ですから、ガンモードはあくまで長押し。正面から見るとこうですね。では次はソードモード、今度もここのスイッチを押しながらグリップをずらします。そうするとブック部分のこの黒いラインと角度が合いますね。で、さらにブックの下の部分に剣先パーツが収納されてますから、パーツを渡します。さらにここからパーツを展開すればソードモードの完成です。ガンモードに続き、こっちもすごい変形が簡単で、あっという間にできますね。このモードにすると無性にこの辺りをスッとやりたくなりますね。黒い部分はプラスチックで、一番先は軟質パーツです。で、音声ギミックはトリガーを引くと、剣撃音ですね。ただ音声は一種類です。もちろん長押しすると、ガンモードのサウンドになっちゃいますね。箱を見ると、ガンモードは割とテレビ本編に近いイメージなんですけど、ソードモードは本当はこんなに長いですから、さすがにこれは比べるとだいぶ違いますよね。はい、こんな感じです。ちょっと短すぎないような気もするんですけど、同じデラックス玩具の無双セーバーと比べると、ちょうど全長は同じなんですよね。そう思うと、デラックス玩具の全長としては、これが限界なんですかね。まあでも雰囲気はすごい出てます。では次はブックモード。変形が超簡単です。ブックモードは上側にロック解除スイッチがあって、ここを押すとライドブッカーがパカッと開きます。そうするとカードホルダーが2箇所あって、ディケイドマークもついてます。説明書によると、収納ホルダー側には20枚のライダーカードが収納可能で、アクティブホルダー側には5枚のライダーカードが収納できます。なのでデラックスライドブッカーには最大25枚のライダーカードがストックできます。ブックモードのギミックは収納ホルダー側のロック機能と、アクティブホルダー側のカード取り出し音ですね。ここにスイッチがあって、押されることで、このように取り出しサウンドが鳴ります。では、アクティブホルダーにライダーカードを収納してみましょう。カバーをパカッと上に上げて、ここがちょっと凹みますから、上からスッと入れます。お、スムーズに入りますよ。クーガー、キバー、デンオー、カブト、
そしてファイズ。あ、でも、あ、ギリギリですね。ちょっとグッと押されないと5枚目は入れないですね。グッと押します。はい、これでセットできましたので、蓋を閉めてライダーカードを出します。おー、次、おー、出すたびにブーンっていうあの音声が鳴りますね。おー、興奮する。なんすかこれ、めちゃくちゃ楽しいんですけど、これいいなー。音声がブオーンって鳴るだけなんですよ。ギミックとしてはめちゃくちゃシンプルなんですけど、テレビ通りのブオーンっていうこの音声が相当興奮しますね。ライダーカード以外もガンバライジングカードもこのようにセット可能ですから、カードを入れて取り出すこともできます。では今度は収納ホルダー側にライダーカードを20枚セットしてみましょう。スーパーベスト版のプラスチックカードもいけるんでしょうか。どんどん入れて、はい、最後20枚目いきます。せーの。あ、ちょっと硬いですけど、なんとか入ります。おー、ライダーカードが確かに20枚入りました。で、収納ホルダー側にはロック機能がついてますから、カチャッとロックすることでこれでカードが出ませんから、蓋を閉めて激しくアクションしても中のカードは、お、バッチリです。もう一切ずれてないんですね。逆にアクティブホルダー側は入れた状態で本体を振ってもずれたりとかはしないんでしょうか。逆さにしてみたり上下にしてみたり、アクティブに動かしてからパカッと開けると、おー、問題ないですね。しっかり収納されてます。ホルスターパーツはクリップになってますから、簡単にスッと取り付け可能で、場所移動も OK です。で、この穴にライドブッカーをセットすれば、はい、ディケイドの標準装備状態を再現できます。やっぱりライドブッカーが腰につくとかっこいいですね。では最後は音声確認。アタックライド。はい、ということで仮面ライダーディケイドデラックスライドブッカーを紹介しました。モード変形とか音声ギミックはかなりシンプルなんですけど、テレビ本編でバンバン使うアイテムですから、どのモードも遊んでてすごい楽しいですね。特にガンモードは司が乱暴にバンバン撃つシーンも多いですから、これは気に入りました。以上、仮面ライダーディケイドデラックスライドブッカーの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。